はい、これからの若い美容師さんをどうやって育てるかね。まあワインディングなんかは一緒に巻きゃいいしね、シャンプーはまあ手動かしゃいい、肘でやらえばいいんだけど、やっぱり駆け出しの美容師さんだとやっぱりね、うまく手が入んなかったりするからね、ワンシャンだけやらして2シャン目はベテランが洗うとかね、そうやって育てていけばいいんであって、カットが難しいのはね、まあ、自分もね、お兄さん育ててきてね、ちょっと失敗したことはかなりあるよね。まあ、美容業も床屋も基礎カットだけできたんじゃ仕事にならないんだよね。安いお店、定量金店だったら基礎カットを切って終わって、はい終わりましたってんで、そんでいいかもしれないけどね、やっぱりうちらみたいな地域密着型のお店ってのは基礎カットだけやってね、終わりってわけいかないからね、そっから味付けしなきゃいけない。ここの味付けが一番難しいんだよね。若い美容師さんを育てようと思ったら基礎カットだけやらせるっていうの、最初はワンレングスってったらワンレングス、はい、でお客様とちょっとカウンセリングしてね、一緒にね、で3センチ切ります、4センチ切りますできたら、まあそのね、1回挨拶程度に4センチ切んだったら2センチ切って1回長さ聞いてごらんと、でそれ切り終わったら1センチもうちょっと切ってごらんと、ちゃんと数字で指示するっていうの、数字で分かんない人の場合はこのぐらいの幅ってんで、コームの幅とかね、あの人によって物差しが違うからね、長さ揃えるだけっつったら3ミリとかね、5ミリとかね、あの数字で分かんなかったらやっぱりコームの幅とか鉛筆の幅とかね、物で例えてやらないと、もう本当に物差しが違うからね、何するか分かんないからね、若い人はね、ちょっと切っといてったら横いきなり3センチ切っちゃったとかね、あの本当に油断大敵だよね、あのカット始めてすぐの方は。だからとにかく基礎カットやって、もう基礎カット終わったら、はいはいお疲れ様で、あとは先生が直すっての全部。あと毛量調整も若い人をカット始めたばかりの人なんかさっぱり分かんないからね、もうこちらで 10% セニングで根元2センチから2センチ間隔で10回入れろとか5回入れろ3回入れろとかね、で1回見てね、その子の癖を見てさらに次指示を変えていくっていうの、先生が頭良くないとやっぱ若い人路頭に迷っちゃうよね、うまく育たないよね、うちもだからうまくできなかったね、まあ経験してみるとなんとなく分かってきたけどね、難しいね。はいお疲れ様でした。